フィレンザは、1971年5月から1975年まで、ボックスホールで製造されていたビバを元にした、クーペスタイルの二度ア車である。フィレンザは当初ベースモデルが直列4気筒オフ 1159cc エンジンで、その他に 1598cc と 1975cc の L4 オフエンジンのモデルが提供され、 後者はビバ GET の初期型に使用されたものと同じエンジンであった。発売されて約6ヶ月後の1971年12月にエンジン排気量が各々 1256cc、1798cc と 2279cc に増加され、性能が向上した。すべてのモデルは4気筒エンジンをフロントに積み降臨を駆動していた。 サスペンションは前輪がダブルウィッシュボーンにコイルスプリング、後輪はリジットアクスルをトレーディングアームとコイルスプリングで釣っていた。SL は各々のエンジンのモデルに設定された豪華版であった。2279cc のエンジンを搭載し、ジュネーブモーターショーで披露された最上位モデルの2300スポート SL を含む、 モデルチェンジが1972年初めに実施された。2300スポート SL は速度計、時計、回転計、燃料計、油圧計、水温計、電圧計の7がアンメーターを備える唯一のモデルであった。傾けて搭載された OHC 直列4気筒エンジンは2機のストロンバーグキャブレター付きで122ビット HP を発生した。 ヒーターの操作系と警告灯がついたセンターコンソールは当時としては非常に独特で豪華なものであった。ディーラーチームボックスホールによりビバ GT の後継者としてレース活動に参戦した2300スポート SL はカストロールのカラーリングに塗られいくつかの勝利を収めた。フィレンザドループスヌート通常の市販モデル1973年にフィレンザの過激なモデルが開発された。 正式にはハイパフォーマンスであるが、花咲のデザインが空力的な形状に変更された後、ドループスヌートと俗称された。花咲は GRP で形成され、強化ガラス製のカバーの裏には2組の2頭シビエ、製ヘッドライトを備えていた。全体的な印象としては、同型のヘッドライト部品を使用した、アルピーヌルの A310 を幾分思い起こさせる外観であった。 HPF の側面当時、オリジナルの通常の顔付きのフィレンザはマグナムクーペと解消され、フィレンザという名は HP モデル専用に使用された。この車はボックスホール製とは思えない魅力的なスタイリングで確かにある種の興奮を巻き起こした。エンジンは OHC のスラント4派生の2.3リットルでブライデンスタインレーシングが開発した。 様々な部品を使用し非常に豊かなトルクで131ビット HP を発生した。これには連想の175ストロンバーグキャブレター、ハイリフトカムシャフト、3本出し交換排気マニホールドを備えていた。もともとアメリカ人デザイナーのウェインチェリーによりデザインされたボディはデビッド・ジョーンズにより変更され、その結果当時としては例外的に 効力係数が低かった。車高は低められ、サスペンションとブレーキは格上げされ、標準のものよりかなり丈夫な ZF 製5速ドックネック型変速機が装備された。もう一つの通常とは異なるユニークな装備は、パンク発生時にもタイヤの安全性を保持するように設計された軽合金製の A ボンセーフティホイールであり、フィレンザは この種のホイールを履いた初の量産車であった。すべての量産車は同一色で塗られ、銀灰色の布張りの座席にほぼ黒一式の内装であった。内装で異色だが実用性に疑問のある装備は標準のグローブボックスの位置に取り付けられた助手席用のグラブハンドルであった。フィレンザはデザイン的な挑戦であったが販売の結果は失敗であった。 フィレンザは、その発表にあたり、当時のトップドライバーであったゲイリー・マーシャルや、優勝したバリー、ウィッツ・ウィリアムズを起用した特別レースを、ハンプシャーのトラクストン・サーキットで開催するなど、大きな宣伝活動を行った。しかしながら、ちょうどオイルショックの時期と重なりこのようなガソリンをまぶ飲みする、車を販売することは、急激に困難となり、 実際の生産にあたってもいくつかの生産ライン上の問題が追い打ちをかけ、販売や納入に遅れを生じて、最終的には計画の3万台を大きく下回る、わずか204台しか完成しなかった。この非常に少ない生産数は明らかに大失敗ではあったが、皮肉なことにこのことでこの車は非常に価値ある旧車となった。残存車の人気も、さることながら、それと、 並行して生産された、はるかに一般的な生産者でさえ、現在見つけるのが困難な状況になっている。ドループスヌーとフィレンザを所有していた有名人に、サッカー選手のルーサーブリセットがいる。フィレンザは1970年代のサルーンカー、レースでも成功を収め、特に、オールドネイルや、ベイビーバーサは、ゲイリーマーシャルの運転で活躍した。 その短い製造期間にもかかわらずドループスヌートの空力特性とスタイリングは量産化向けに改良を施されてシベット、キャバリエ、カールトンなど1970年代の新モデルに採用された。フィレンザーはこれらのモデルのスタイリング上の試作者であったと見ることができる。このスタイリングの影響はイギリスフォード社がこれとよく似たスタイリングを エスコートマーク 2RS2000 と1982年のシエラに与えたことや1980年代の多くの車に広くコピーされたことで判断できる。このような理由から HPF は多くの同時期の他社に比べ時代遅れとなった印象が薄い。ありがとうございます。